のオプションの巻きをもう1枚決めます。ありえない積載で反射しか乗ってるの見たことないのに、これな、買うかマジで迷った結果いらないという結論に至った。何最強のあったかブーツ。いや、ここまでの防水なんですよ。あ、そうなの、ここ違うの。そうだ、ここ濡れた、ここね、ナケルさんのここを狙っていきたい。これ防水じゃないの。防水じゃないです。いや、ガラスはあれ、ガラスはあれだし、あれだり、ゼロ歳が、テイスティーグッド。安住のロマン。グッド。ノットゥーバー。俺の世界どう？こんな甘いビール。俺の世界見て。設定場所の雪を描いていきたいと思います。この見てください、この今日は木崎湖キャンプ場、真冬の木崎湖キャンプ場に来ております。これは一体何ですかね。煙突サウナです。サウナ、これが噂の。買ったらもうあと煙突入れて。そうっす。煙突ってどれ。あ、これ、あ、この煙突を入れて中でホカホカになったらかなりあったかくなれると。もうあったかいところですね。やったことある。ないおげさんと清介くんしかいない。初体験以外、それ以外は。それ以外は、全員初体験です。初体験。サウナ検定の。何級、何級だっけ。サウナスパ健康アドバイザー。最高のアテンドします。健康アドバイザーの資格取っちゃったからね。ガチの人です、この人が。このサウナに入って、熱くなったらそのまま、そのままダイブ。この、極寒の湖に。汗も流さず。汗も流さず入っていいよと。え、いいんですか。いいんです。そんなマナー違反なことやと通常の水風呂のマナーだ。これは雪が積もった桟橋を これは冷たいだろ。かわいい。どういう気持ち。最高。こういう中で白クマみたいな、床が使う高床式というか直床式。
赤バナのこの香水のせいだよ思い出す。銀マットの上にキャンプマットを敷いて冬、秋冬用の安物寝袋の中にさらにメガネの君からもらった夏用の寝袋を入れてさらにその中に普段家で使っている毛布を入れていく。これだけあればいけるでしょう。どうでしょうか。空気ストーブにこれを入れて火が出てこういって煙突で出てこの中はなんとサウナみたいにあったかくなるってかい100度。うおーやば、その中で寝るの俺ら本当でもね広いよね、まあ、組み立てる前はこんな広くなると思わなかったけど1、2、3、まあ4かな。違う、ポン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 って入ってきた。ここから、いや怖いよこれ。お、ナイス、いいね、この細さ、この細さ。来た、ふぅ、ナイス、あざます。メガネさん、お、見て、なんかいい感じになった。多少はいい感じになったんじゃないか。あ、そうだね。危ないですね。ここは行きましょう。さあって今回の大本命、テントサウナができた。できてる。テントサウナできてる。これ整いっすね。こちらの丸太をやられてる方は、これサウナの中のベンチ。サウナベンチが丸太ですね。これが大量の薪と。あー、すげーすげーすげー。この左上に温度計がございます。うわ、ほんまや。え、もう110だね。110いってるわ。いってます。すげー、超あったけ。どうなっちゃうの。そう、サウナ出てこうシミュレーションこんな感じでしょ。あ、大丈夫かこれ。死んじゃうんじゃない。本当に死んじゃうかもしれない。何度なんだろう。水温測りました、はい、7.2 度でございます。 7.2 度。シングル、シングルと言われてる。基本的な数パーセントの温泉のサウナの水風呂は大体17度って言われてるんで、今回10度低いモデルとなっております。モデル7度、7度モデル、7度モデル。サブス、現在気温、さっき水温ホゲさんが測ったところ水温7度だったという情報が、通称シングルと言われる領域。そして私はここに水着とボルデモートとなりきりセット、
ハリーポッターの世界へようこそ。いけるかね。これからテントサウナに入ります。あ、部長、今日はよろしくお願いします。なんだ、サウナ？ウェルビーズ栄え、お、伝説の？伝説の森のサウナ、やらせてもらいます。ポイントを教えてほしいんですけど。ポイントは気をつけないといけないポイント、とりあえず中途半端な気持ちで外に出ると大変なことになるんで、はい、なるほど、もう湖に飛び込む以外の感情をなくすぐらい入ってください。あ、もう途中でこう、とどまっちゃダメなんだ。とどまっちゃダメ、そろそろかなとか言って、うん、出るのなしで、もうバーンっつって、もう無理っていうぐらいまで。なるほど、本当にお願いします。結構限界まで、ね、限界まで入ってもらう。サンダルを脱いで、あ、そう、脱いで入っていただいて。わかりました。いいよ、ありがとうございます。いいよまたやってる。はい、違う。左ちょっとローリやっちゃっていい？ローリいいっすか？水だ。すごい、本格。熱波師だ、熱波師。うわ、来たー。おお、いい匂いする。何？レモン。ああ、いいね、今日の熱波師。始まってる。すごい、熱っ。あっちたまんねえよ。熱っ。もう何回かやるともう、カンカンになります。カンカンに。ローリーは何色なんですか？ローリーは130度超え。はい、本日のアロマはレモングラスの香りとなっております。まずは全体に熱を行き渡らせます。はい、おかわり欲しい方挙手お願いします。じゃあ奥の方からお願いします。はい、次オレンジの水着の方。ありがとうございました。じゃあ奥のカメラの方。ありがとうございます。心が出たがるまで。そう、体はまだ出たがった。体が出たがったけど心はまだない。いや、だいたい心臓の鼓動が肩まで伝わってきてから出てます。追い出しロールいいですか？おお、でもホゲさんよ、いくらなんでも俺たち追い出せんの。ゲーロー流でこの程度の能力で俺たちはデコでも浮かねえぜ。おお、三杯とは禁じ手じゃねえのか。まずい。痛い痛い。熱い。痛いもん。無理。桟橋伊藤だけ行く。伊藤さん桟橋。無理無理無理。自分で書いたんだ。では今してもらいます。いける。
全然寒くない。ちょっとこれくらいにしてみて。なんか全部出てる。武田さんどうすか。とんでもないことあってる。今重力な。コスモ。コスモだわ。サムス君だ。ポッター。何をしているポッター。ポットだよね。すごい業者来た。業者みたいな。頭までいかないと。せーの。多分ね、足はつくかなと思ったんだけど、足つけたら俺が沈む。いなくなったから。いなくなった。つくやろ、こうギリギリ先端つま先でつくかなって思った。感じ。くたくた。確認いたしましょうか。この中身をね。この中身は何だろうない。さあどうでしょうね。ちょっと様子を見てみましょうか。一回。はい。お願いします。おお。まだまだですね。おお。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませご主人様。まだ。いやまだ。あとこれ。ご会長。骨があるから。そのね綺麗な出てないけど。出てきてる。やば。いや、すすってみ。こんなこと。え？なんでまさかと思うやん。え、うま。染み取るもんだって何かも。そう。お金多分増えるから。小さいから。小さくてもいいな。今その玉ねぎうまいんだ。玉ねぎうめんだ本当に。最高。調理時間どのぐらいで作れるの？
大体ね、1時間ぐらい火にやって様子見てあげる感じがいい。それはダッチオーブンじゃないと作れない。ダッチオーブンの方がうまく作れる。一応これもう出汁追加したんだっけ全部、はい、じゃあこれもう、しめのさ、麺もくそもねえよこれ。そんなに、うん、もうね、汁がなんもない。えはぁーほんまや。あ、出た。気持ちよくなっちゃったなり。噛んだことにゃんこになるんだよ。噛んだことにゃんこになるの。よいしょ。こんなんぞ。これだけでビール飲めちゃうよ。たち来ない。僕は掴んなんて。どうす。ああ、とにかくテントサウナが違法。違法だよね。もう正直ね、あんま期待してなかったんでね。お、その心は。いや、そう、たかがテントでかつ、いや、湖ってちょっと汚いからと思ったんでね。ああ、引っ越したい。ああ、めっちゃ綺麗やし、めちゃカチカチに吹き上がってるし、話とちゃうやんけ、いい意味でと。そう、期待を裏切られて。染みてる。染み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 。あっちあっちマジか。いや普通にニンニクが入りすぎなんだよね。タコは本当最後いいと思う。ちっちゃくなっちゃうし。やっぱビールだな、アヒージョっつうのね。次夏かもんじゃと。キンキンに切れたお前怖いと出るから。ああ、うん、エビプリプリ、これでしょ、タコ。あれ、そのキノコいたやろ、キノコ。エリンギは、あ、エリンギは、ありがとうございます。これは、あったかいなり。あったかいなり。あったかいなり。サモン入れていなり。あったかいなり。サモン入れていなり。一人用なり。ねえねえ、起きて。あ、そうだよ、お兄ちゃん。兄ちゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん、ここの隙間とか開けて。すごい、これびっちりだ。こういう。こうね、隙間が一切ないじゃん。隙間が一番命取り。あ、ちょ、開いてる、開いてる。あ、すごい、二重だ、こいつも。空気の層がさ、どうぞ。来ない。おっつってデュデュデュつってこれ、目玉焼きとかも入れてやばいんだよ。やば。あー、本当に、手記。俺じゃってんじゃん。タケルの作った世界どう？やばいよ。俺の世界。新世界だよ。負けないよ、俺、お兄ちゃんにも。お兄ちゃんにも？お兄ちゃんに負けると作ってんだ、俺の世界。人にポンポンしてるもん。いや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 。ドラゴンピッチン、これ。まあ、くらい30度まで上げて一気に乾かすのテント乾かしを兼ねてるのか。そう、メガネのとか乾いてないっしょ。びちょびちょ素人。限界までカンカンしないと意味ねえから。見て見ぬふりしてるみんなで。そう、見て俺のじゃないしていいかも。ぐちゃぐちゃってしまってね。袋に入れさえすればええべ。まったく。いやでも徐々に溶けてきて、もう結構ください。はい、暑いですか？いや、大丈夫。手で持てる。まあ、中はまあまあ暑いかもしれないな。暑い、うまそうだ。うまい。うん。あ、うまい、カリッカリ。多分、うめえな。これ、真ん中にこう切れ込み入ってるやつなんだっけ？そう。ピザソース、うまそれ。ホリモはチクル70あるっしょ、ピックアップの。になりました、アチクル。やば。アチクルとは
アジスクルーザー一部ではラウンドクルーザーとか呼ばれたりしますよ。あれでしょ、テントサウナ運ぶ用のに用トヨタのやつさ、そうそう、アジスクルーザー全天候型全路面対応サウナ運搬車サウナ運搬車後ろさ、ごめん、外にオリーブオイルがあるんだ、うん、ああ、知ってる知ってる、その時に行かねえか、うん、いや、完全正解やったな、けど、いや、もう優勝でしょ。ほな、はい、無事に終わりましたということで、本当に皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回、肉3万9000回転で、RPM 3万 9000RPM で肉回すぞちょっと一本締めで締めたいと思います。皆さん、お手を拝借。よーっ、うわー、お疲れです。じゃあ二次会は秋田県でやるから、秋田です。滑車で気をつけてね。お気をつけて、気をつけて、回すよ、回すよ、回すよ、良いお年を、良いお年を、良いお年を。楽しかった、さあ行くぜ。12時半、ふぅー。